シャス、七日です。今回は、ですね、MSMC を使ってドミネーションやっていきたいと思います。ソウルシーダッシュ。はい。まあ、ここはね、こうやって C 取ってからこっち回れるんで、いいですよね。ちょっと正面普通に行っちゃったらやられそうですけど。いるかな？ここかな？いけるいける、よし、自分取りますんで。あ、そうだ、あれですね、ちょっとこのコールオブデューティーをやってる上においてね、手っ取り早く、もう手っ取り早く強くなれる、ほんと強く、あ、でも強くって言ったらまたあれなのかな。でも意外とね、どうなんだろう、皆さん使ってますかね、このコールオブデューティーをやるときにテレビでやってる方いらっしゃると思うんですけど、そのね、テレビをパソコンのモニターに変えていただけると、なんて言うんでしょうね、遅延というものがまあなくなるんですけど、それによって先打ちができるんですね、あのテレビより。だからまあ遅延ってなんだっていう話になるんですけれども、まあ遅延っていうのは、例えば僕がこうやってまあジャンプというか右向いた時に、こう右向いた時にこれはあるじゃないですか、この右のこの入力と画面のその右に、はい右ですみたいな、僕が右やったら右向くみたいな、そのレスポンスの速さなんで機敏に動けるんですよね。だから右左ってやったらもうすぐ右左シュンシュンみたいな、そんな感じで早く入力操作がね表示されるんで、もしね、テレビでコールオブデューティーやってるよって人でね、ちょっと最近なんかもうちょっと強くなりたいなみたいなこと思う人がいると、まあいたらもうぜひパソコンのモニターを使ってみてください。パソコンのモニターはですね、まあどんなものって言っても HDMI 対応してないとちょっとまああれなんですけど、まあ、HDMI 対応してるものであればまあ大概どんなものでもテレビよりかは遅延がないはずですね。まあ、テレビによるんですけど、テレビによってね、あのゲームモードとかそういうなんか、あの遅延がなくなる、まあ、モードがある人はそれでやってみてもいいですね。そのゲームモードっていうのがあって、遅延がまあ僕の前、ずっと前、2、3年前くらい使ってた、まあレグザちゃんはあのそういうゲームモードがあったんですけど、まあゲームモードやってもやっぱり所詮テレビみたいな感じで、やっぱりいいテレビじゃないとね、そういうなんか遅延関係がしっかりしないので、そこら辺をね、あのおおマジか、この人やるね。まあいいテレビじゃないとかそういうあれなんですけど、もうテレビの人はモニター、そう、もうね、コールオブデューティーやる上で必須アイテムですから、これモニター、ヘッドホンとかイヤホンとか、そう音聞くとかそういうのよりも重要ですね、下手すればそれぐらい重要ですね、このテレビは。よねーこっちまで来ちゃった。おお、ショットガン、あ、取られたまあとりあえずね、モニターもね、別に高いモニターでやる必要はないと思いますよ。僕のなんてなんか、そうフロンティアっていうデル系だったかな、それのあの、まあ、パソコンセットについてくるようなモニターをね使ってて、でそのモニターでも十分こうやって戦えてるわけなんで、まあとりあえず 何でもいいんじゃないかなと僕は思いますね、モニターであれば、まあ、とりあえずテレビからの卒業、それが第一ですね。もう卒業できたら最強になれますよ、最強それはあれか、言い過ぎた。でも僕もね、コールオブデューティー始めて、まあガチというか勝ちたいなって思って始めるときに一番最初何をしたかって言ったらモニターの導入です。あ、うん、そうそうそう、モニターの導入をねいち早くしました。まあパソコンでね、よくまあフル HD とかのモニター持ってる人もいると思うんで、それにつないでね、まあやってみてはどうでしょうか。もうすぐ分かりますから、
それでちょっと違いが分かんなかったらあれなんですけど、分かる人はすぐ分かります。本当にもう違和感というか、こうパソコンのモニターでやっておーって思ってなくても、多分テレビに戻った時になんじゃこりゃってなりますから、パソコンのモニターで何線かしてテレビに戻れば、その遅延というものの凄さが分かります。本当にそれすごいですよ。だからもうね、そういうところから始めましょう。もうコツコツと、まあ、周辺機器はもうモニターが当たり前ですからね、コールオブデューティーは。僕も最初はテレビでやってたんですけど、テレビねえって、もうだってパソコンのモニターにしてからだいぶ変わりましたから、てかもうこれ以外受け付けられない体みたいなね、そういうレベルでもうパソコンのモニター依存になりましたから。おっ、こんにちは。やっぱここでいるんだよな、奇獣が。これやられると味方がね、味方が硬直してる。OKOK、いい感じかな、来るかな、レーダー出そう。来てない。大丈夫？いいね。ちょっとこっちだな。OK、危ねえ。味方さんありがとう。B が危ないから B 行きます、ね、押し込め。ああダメかー、くそー、負けるかここで。惜しいなー、これで 結局また押し込められちゃう形になっちゃう。待て待て、アルファは大丈夫でしょうと言いながら自分で守るっていうね。危ね、これはあ、当たった。当たらないかと思った。あー、右に行ってるのかな。また僕裏取りです。裏取り大好き。とりあえず指出して、ここに一人上がってきたか。どうだろう、こっち右とどう思います。これ3人いる。あー、奇襲で張ってたか、残念。 B 取ろっか、もうそろそろ B 取らね。味方さんここいいですよ。こっちからね撃ってくる人多いんで、それ対策として。マジで早いよー。おほー、はははは、でも守ったもんね。 B だなぁ。もうこれ2分あれば大丈夫かなっていう、ちょっと甘い考えかな。あぶねー、好きですねこのま、あそこ大人気、もう超絶大人気スポットですね。攻めよう、言うんじゃ、あ、おっ、よし、押し込みすぎちゃってていいかな。いやでもここ正直ここのね敵を SMG で倒すのは B からはきついんで、ナイスですね。おお、さすが。マーカー与えてた。あ、まだいたか。 B 結構いるぞ。おお、全取り、ナイス。確実な勝利をものにしたいですもんね。いいですね、いいですね。お、危ね危ね、存在、あ、ちょっと待って、A が怖い。おー、チャーリーから流れてきてるぞ、大丈夫か。 B やばいよ、この時間に取られちゃまずい。はい、ミスった。はい、ミスった。 C4 ミスった、一体何かな。
やばい。これ本当に出ましたね、これ。まあ仕方ない。ちょっとサーション使わないと取れない。旗取れない。旗取れないのかな、やっぱり。ちょっと、ここいたら、ああ、もう全然倒せた。お前。まあ、試合負けちゃったんですけど、まあ、しょうがないですね。3点取ったからいけると思ったのに、1回もポイントを上回ることなかったんじゃないかな。上回ったかな。まあ、どんまいどんまいということで、今回は、まあ、テレビでやってる方、ぜひ、パソコンのモニター、導入ご検討をよろしくお願いします。よろしくお願いしますって言うとまたおかしいんですけど、まあ、とりあえず、適当にやってみてください。本当にどんなモニターでもいいんで変わりますよ。ということで次回もかかってこーい。